3時のドリル。時刻は3時を回りました。さあここから番組を聞き始めたリスナーの皆さん、こんにちは。 SBS ラジオ午後ぼらけ、パーソナリティ山田モンドです。さてここからは深く知るともっと面白い静岡トピックスを紐解いていく勉強のお時間、3時のドリルのコーナーです。毎日午後3時に一緒に学んでいきましょう。今日の先生はこの方、静岡新聞運動部専任部長寺田拓磨さん、よろしくお願いします。お願いいたします。寺田さん、先週は僕お休みいただいて、で今週この3時のドリルの記者さんたちに毎回聞いてるんですけども、はい、海外経験は終わりですか？海外経験、海外のは僕ね、ドーハに行ったことあるんですよ。すごいもうちょっとハワイ行っただけで調子乗ってた自分が情けなくなる。アジア大会の取材で。あ、そうなんですね、うん、10年ぐらい前ですけどね。3週間4週間ぐらい滞在して。どうです、都会だっ、でこの間ね、だそういうことで、あのワールドカップも、ワールドカップの時なんかあったんですけども、映る映像は都会のイメージなんですよ、周り砂漠なんですよ。あ、一歩行くと砂漠で、へえ、あのエリアだけですよね。そこにボーンと街があるっていう、そうなんですよ。不思議な感覚ですね。砂漠にね、あのアイススケート、スケートリンクあるんですよ。へえ、そうなんですね。ショッピングモールの真ん中にですね、スケートリンクがあって砂漠で、あ、暑いのに。暑い、当然暑いですけどね。面白い国ですね。そういうのも行って、他にも結構各国行ってますね。そんなはないですけどね。あとまあ韓国とか。すみません、ね、僕がちょっと調子に乗りましたハワイに行っただけでマウント取れるかなと思ったらそんなことなかったですねすみません。さあ、そんな寺田さんと一緒に取り上げましょう。今日の静岡トピックスこちらです。 J リーグ2部初昇格1年目で12位と健闘し残留を果たした藤枝舞 FC、 激闘の舞台裏には涙の物語がありました。先週に引き続き今季の戦いを振り返るとともに来季への課題を探ります。まあ、寺田さんは藤枝舞 FC の番記者ということもあって、はい、先週も滝沢アナウンサーと一緒にですね、この藤枝舞 FC のこの1年、初の J2 を、語っていただきましたけれども、ね、はい、まあ、引き続きということですね、まあ、まず最初にね、今週土曜日に大きな一番、はい、清水が J1 昇格をかけて東京ヴェルディと戦うの で、まあ、まずこれぜひ勝ってもらって、いるべき一緒に戻ってほしい、来季はね、岩田とのダービー見たいですよ、ね、本当そうですね、J1 のダービーを見たいですね、まあ、その上でね、ちょっと藤枝さんにさせておこうと思うんですけども、はい、まあ、で話になる前にですね、はい、スポーツと涙っていうテーマにちょっとお話しさせていただきたいと思うんですが、好きですよ、はい、モンドさん涙もろい方ですか？もろくなりましたねうん、やっぱ年取るとね、だんだんそうなる。そうですね、まあ、日本ではね、スポーツ涙って切っても切り離せない、まあ、甲子園とか、箱根駅伝とか、大会の名称を聞いただけで過去の名場面をね、浮かべてうるっときちゃう人もいるんじゃないかと思うんですけども、さっきのドーハの悲劇もね、そうですね、涙がありましたね、でスポーツ選手自身もですね、日本人はその五輪の代表でも高校球児も勝っても負けても涙するんですけども、まあ、しかしですね、欧米などでは事情はちょっと違うらしくてですね、スポーツで泣くなんて感情を抑制できない赤ん坊のようだって考える人も多いそうなんですよ。そうなんですか、だから思い浮かべてみても、あんまりメジャーリーグとか深く泣いてる選手とかって、ね、あんまり、ね、いや、今 NBA とか僕好きで見ますけども、あんま泣いてる場面ってないですね、あんまり泣く場面って。そうなんですよ、まあね、私自身はね、まあ、モンドさんと一緒で、勝敗決まる前でもですね、こうひたむきにプレーする選手の姿見ただけでね、ちょっとグッときちゃうんで、僕だって寺田さんの話聞いただけになっちゃうもん、いつもスポーツ選手の話をね聞きますね、だから本当にこの国に生まれてつくづくよかったなと思うんですけどもね、まあ、今日もですね、その涙にまつわる3つエピソードを用意してますので、はい、まあ、ぜひ最後まで聞いていただけたらなと思うんですが、お願いします。で選手の話をざらっとおさらいしておくと、まあ、藤枝はですね、これどうせ1年で降格するだろうっていう大方の予想を覆して、はい、まあ、J2 で22チーム中12位、まあ、検討したんですね、はい、で主力選手が J1 チームに引き抜かれて、はい、夏場にはどん底まで落ちたんですけども、まあ、新戦力と既存の選手、この力を融合してチームの総力を上げ、そしてその開幕戦と最終節でスタメンが11人中7人入れ替わる、まあ、それぐらいシーズン途中で生まれ変わって、まあ、そういう生き残ったと残留した、まあ、どん底の時でも空中分裂しなかったのは
クラブの一体感のおかげ、はい、で選手、それから監督スタッフこの信頼関係が高かったんですよっていう、まあ、こんなことを選手にお話しさせていただいたんですけども、はい、でも今週はですね、その具体的にじゃあどう戦い方を変えたのかっていうところをちょっとお話しさせていただきたいと思うんですが、お願いします。まあ、藤田といえばね、その須藤監督が掲げる超攻撃的スタイル、超攻撃的サッカーですよね、うんうん、だからその分失点が一番多いっていう、ね、話もね先週ありましたね。そうです、これ代名詞なんですけども、うん、前線からハイプレスをかけて、うん、ゴールキーパーも加わって最終ラインからパスをつないで攻め込む、うん、まあ、こういう攻撃的なサッカーで、まあ、このスタイルで去年ですね J3 を勝ち抜いて、うん、今季も開幕から好スタート切ったんですね、はい、でもさすが J2 でしてレベル高くてですね、うん、対戦が一巡する前に弱点研究されちゃったんですね。あ、もうこうやって攻めてくるかなっていうね。そうなんですよ。でハイプレスをかわされて、うん、自陣深くでパスミスをつかれて、うん、失点しちゃうっていう、こういう悪循環に陥ってチームの根幹が揺らいだ時期があったんですね、うん、でここで守備を立て直す戦術の変更を行ったんですよ、はい、まあ、いつもこうイケイケでボールを奪いに行くんじゃなくてですね、うん、試合の流れを見て、うん、ミドルブロックを敷いて、うん、陣で守備の体勢を整える、うん、まあ、また攻撃もショートパスだけじゃなくてですね、相手の背後をつくようなロングボールを織り交ぜたんですね、うん、まあ、これも以前にも言ったことあるんですけど、はい、でまあ須藤監督はスタイルはフェンダーがスパイスを加えたって説明したんですが、うん、スタイル変えずにスパイスを加える、うんうん、これ実はですね須藤さんが考えたんじゃなかったんですよ、この言葉。まあ、言葉というかですね、この戦術変更を提案したのは選手側だったんですね。あ、選手だったんですか。なんかこれだって須藤監督の代名詞じゃないですか。もちろんね、超攻撃サッカーってこれは根本のところは変えてないんですけど、そのベテランのですね川島、水野、久富、こう3選手がですね、はい、怪我でリハビリ中だった杉田キャプテン、はい、杉田と相談して、うん、須藤監督に直談判したんですね。ほう、監督によってはですね、自分の言うことが絶対で、指示を聞かなければベテランだろうが先発が外すっていう、そういう監督もいるんですけども、須藤さんはその周囲の意見を聞いて、うん、最適解を抽出するのは自分の仕事だっておっしゃって、うん、この柔軟さがあったんですね。へえ、じゃあベテラン選手の意見聞いて、うんうん、それをこう戦術に落とし込む、まあ、これ監督の仕事なので、うん、これがハマったっていうことなんですよね、はい、まさにこの柔軟さ、監督自身の柔軟さもあったっていう。もうね、このコーナーで寺田さんの話聞いていくと、もう須藤監督大好きになっちゃうからねまあね、でそれ今季最も大事な試合だったっていうふうに選手たちが振り返るのはですね、はい、その夏場の白戦勝ちなし4連敗、うん、このどん底で迎えた9月中旬のアウェーの熊本戦なんですけども、うん、まあ、ここで今申し上げたような正念場のところで柔軟な戦術変更のこれ功を奏してですね、うん、2対0で勝ってトンネル抜けたんですね、うんうんうん、でこの試合で決勝点を挙げたのがディフェンダーの小笠原選手なんですけど、小笠原選手、はい、 この小笠原選手です、苦労人で、うん、熊本って古巣なんですよ。あ、もともと熊本にいたんですね、うんうん、で2年前は熊本 J3 で最終節に優勝を決めて J2 に上がったんですね、うん、で小笠原選手はこの試合で先発出場して歓喜を味わったんですけども、うん、次の日に来季は契約結ばない、うわー、解雇になっちゃったんですよ。そうなんだ。まあ、プロの世界では仕方ないことなんですけども、まさに天国から地獄を味わって藤田に移籍してきたんですね、うん、だから J2 上がったらまた J3 かってなったわけですね、うんうん、そうなんですよ、うん、だからこの試合かける思いって人一倍だったと思うんですけども、うん、でまあ、この試合ちょっと私はですね現地取材には行けなくて、はい、ネットの配信中継を見てたんですけども、試合直後のヒーローインタビューで、まあ、その小笠原選手がですね、うん、歓喜余って涙流したんです。わあ、もうそれだけでそうもう私もですねもらい泣きしちゃったんですけども、本人に聞いたらですね、うん、実はですねそのインタビュアーの女性、うん、これは熊本時代からの顔見知りで、小笠原選手の、ね、事情知ってたんですって。あ、そうなんだ。インタビューの前にまずその彼女が先に涙を浮かべてたんです。だから小笠原に言わせると、うん、自分はもらい泣きしちゃったんですって。そうなんですね。さっき泣いちゃダメでしょ。紀藤さん聞いてる、気をつけてね今後、はい、いや私もそういう経験はありますけどね、まあ、それでこの熊本戦で再び上昇気流に乗って、うん、優勝した町田、うん、から3位で清水と J1 の、ね、昇格を争うようになった東京ヴェルディ、うん、それで引き分けたんですよ、うん、でそういう身につけた柔軟戦術に自信を深めて、うん、でそれで今季もう1試合、うん、大きなポイントだったのがホームの清水戦。おー、清水、うん、でこれ前回対戦はですねアウェーで 0-5 って大敗してるんですよ、で、まあ、で岩田にはですねもうすでに藤田2敗していて、うん、藤田にとってその静岡三国決戦って今年言ってきましたけど、はい、この最後の試合だったんですね、うん、これね 2-0 で勝ったんですよ、うん、でまあ、クラブの歴史に新たな1ページを刻んだんですけども、この試合の後の監督会見なんですけどね、まあ、毎試合の後すぐに監督が記者室に来てくれて、うん、まあ、記者会見するんですよ。
でホームチームの広報担当者が司会をするんですけどね、はい、まあ、この会見でですね、須藤監督が、うん、まあ、どうでやってやったぜってすごいだろう、うん、まあ、そうは言わないで、こういう言い方はしないんですけども、うん、まあ、自分たちとかね選手を褒めたたえる前に、うん、何て言ったかっていうと、はい、この勝利はこれまでクラブを支えてくれたスタッフみんなのおかげ、一体感がもたらした勝利だったんですよ。泣きそうになっちゃう、うん、って言ったんですよ、うん、そうしたらですね、その記者室の隅っこで司会を してたですね、うん、女性広報者、はい、広報の担当の方がですね、うん、目を潤ませてですね、うん、で彼女自身 J3 時代が苦労を知ってるんですよ、はい、でも司会だから泣くわけにいかないじゃないですか、涙流すわけで上を向いてですね、こうじっとぐっとこらえてる姿っていうのはですね、私も思い出してもちょっともううるうる来ちゃいますけど、いやー僕もね、その候補の彼女を、うん、取材に行くと毎回すごい丁寧にやってくれて、うん、ね、もっと取材してください、もっと取材してくださいってこう、はいはい、ね、頑張っていた候補の女性ですよね、うん、そうなんですよ、わかりますよ、まあ、先週も言ったんですけどね、うん、今季この成績を残した一番の要因というのはこの一体感、一体感、うんうん、で試合の監督会で短いんで、うん、須藤さんもですね、普段からそういうことを思ってないと、うん、この前言葉で出てこないと思うんですよ、うん、そうですね、うん、本当にいい、普段からちゃんとこう感謝をし合える関係なわけですね、そうなんですよ、素晴らしい、その会見上にですね、うん、その前言った記者全員がですね、うん、こう自然と拍手で監督を送り出すっていう、これも今日今年の、ね、感動の名場面です、ね、名場面です、ハイライトですね、ハイライト、へー、ただね、はいはい、この後須藤さんですね、うん、やっぱり守ってばっかじゃ面白くないって言ってですね開幕投手のスタに戻そうとしたんですよ、はいはい、そうしたらですね、続く長崎戦、うん、まさかの5失点1対5で負けちゃうんです、大敗しちゃうんですね、はいはい、まあ、ただまたそれにさらに修正を加えて、うん、その次の群馬戦で逆に 5-1 っていうですね、うん、でまあ、残留を決めた後のシーズン最終盤ですね、うん、もう来季に向けて新たなスタイルを模索してきてるんですよ、もうすでに来季の戦いってこう始まってるっていう、来季の戦いも作り始めてますね、うん、そうなんですよ、うん、だ超攻撃的っていうのはそのままでいいと思うんですけど、もうそのおっしゃるように今季は、ね、リーグワーストの72失点、はい、まあ、初昇格1年目でリーグワースト失点で残留した、うん、これもある意味すごいんですけど確かに本当そうですね、うん、ですけど、まあ、守備の再構築っていうのは、うん、まあ、来季の必須の課題ですね、うん、でまあ、さらに最後の2試合も含めて、はい、今季6試合も退場者出してるんですよ、あ、10人で戦ってるんですけど、はいはいはい、まあ、このたまたまじゃなくてやっぱり理由があるんですよね、うん、やっぱもうちょっとこう試合巧者にならないと J2 では戦っていけないかなと思うんですけど、ね、確かにそうですね、うん、だから J2 の戦い方、まあ、今年1年である意味学んだってところもあるでしょうからね、うん、そうですね、楽しみだな、一記者がですね、ちょっと偉そうな言うことも何なんですけども、1年間間近で見てきてですね、須藤さん自身もすごく成長したんだと思うんですよ、はい、うん、まあ、シーズン途中はですね、その選手の起用とか、まあ、交代とかで、うん、まあ、ちょっと周りの人たちが、ね、首をかしげる場面もあったんですけども、うん、まあ、だいぶ須藤さん自身成長した、うん、でそのエピソードの中でですね、さっき話した転機になった熊本戦、その前の試合、うん、はい、要するに4連敗をした試合なんですけど、こうやって栃木戦で、うん、アウェーまで私取材に行ったんですけど、はい、まあ、0-2 で惨敗、うん、まあ、どん底ですよね、どん底、4連敗目ですね、うん、これね、そうですね、うん、で毎回試合が終わるとですね、そのゴールドアのサポーターのところに挨拶に、まあ、選手と監督とみんなで行くんですけども、うん、まあ、チームによってはですね、負けが込むと監督や選手にヤジを飛ばしたりとかですね、うん、やりますよ、ありますよね、うん、でもっとお行儀が悪いとその、うん、あの監督出せとか社長をよこせとか、うん、まあ、選手のバスを囲んだりとかですね、うん、そういうのあるんですが、うん、そのアウェーまで駆けつけた藤井のサポーター、こう泥沼状態のチームにですね、うん、こっからだ、応援してるぞとエールを送ったんですよ、ええ話やなそしたらですね、拡声器持って須藤さん話したんですけど、はい、やっぱ目を赤くしてですね、涙を浮かべてですねもうやめてよ、まあ、須藤さんも苦しかったと思うんですね、この時は、そうですよ、うん、で、まあ、後からですね、あの時のサポートのエールは本当にありがたかったって言ってました、いやー、こんだけ頑張った藤枝真由志、うん、でいろんな経験積みましたから、本当来季期待したい、そうですね、でしかもその須藤監督ですけども、はい、そうなんですよ、まあ、須藤さん来季も続投は決まっていて、続投決まってます、そうなんですよ、はい、まあ、この1年で柔軟性を身につけ、うん、戦術の引き出しが増えた、来年は勝負の年だって言ってるので、うん、まあ、J2 で戦ってですね、 J1 を目指すには勢いだけじゃやっぱりいけないので、
流れを読んで試合をうまく運ぶしたたかさ、うん、これ必要になってくるので、まあ、来季の飛躍にぜひ期待したいですね。いや本当ちょっともうすでに来シーズン楽しみですねそうですね、ぜひ楽しみです。いやあの2週にわたって寺田さんにこの藤枝前 FC の今節今シーズン振り返りしてもらいましたけども、これ聞いてリスナーさんの中でも、うん、あのまあ、サッカーって言ったらジビロと、エスパスしか知らなかったけども、はい、藤枝前 FC 見たよとか、あのまだ見るまで行ってないけども、うん、藤枝前 FC ちょっと好きになったよっていう、ね、人たちも増えたので、ちょっと来シーズンちゃんと皆さん追ってもらいたいですね。そうですね、本当に発展途上のチームなので、うん、今から追いかけたら面白いと思います。面白いと思います。でまずはでも、うん、土曜日の、うん、そうですね、エスパルスが J1 昇格を願ってみんなでね、はい、国立に向けてエールをね、はい、それもエールを送りたいと思います。今日はありがとうございました。ちょっとなんか本当に泣いちゃったわ、というわけで、今日の先生は静岡新聞運動部専任部長寺田拓磨さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ今回のこの内容を聞き直すことができます。ポッドキャストをはじめとした Spotify をはじめとした各配信サービスのポッドキャストにアーカイブが上がっておりますので、チェックしてみてください。今日の勉強はこれでおしまい。